ADMJTV 小林です。そして、はい、稲垣です。よろしくお願いします。さあ、ここは、はい、今日お送りしているのは大阪高島屋に来ております、はいはい、そうなんですよ、はい、高島屋さんで大阪でもうね、まだ何も飲まず食わず申し訳ございません。朝5時起き。いやいやいや、でもね、新幹線の中でね、ちょっとサンドイッチと、はい、食べさせてもらった、はい、もうでもすぐお腹空いちゃう。喋るとすぐお腹空いちゃう。でもね、なんかそれよりも楽しい。なんか今ここはちょっと2人で映っちゃってるんですけど、はい、こちらにたくさんお客様が今日来てくださって、はい、もうありがとうございます。本当ありがとうございます。もうね、どうする、誰もいなかったら泣いちゃうねって言いながら来てたんで、すごい嬉しい。もうありがたい。やっぱね、温かい大阪のお客様、温かいで、スタッフの皆さんもすごいご親切で、はい、ありがとうございます。もう高島さん素晴らしい。はい、でずっともっと喋ってるこれ、はい、早く話せよと。すいません。イタリアタブル社のジャガードでビット柄を使って、はい、ADMJ のオリジナルのシュリンクレザーとコンビネーションで、はい、ブラックブラック、ベージュダークブラウンの組み合わせです、うん、はい。そしてストラップもこれ、はい、ついております、はい、一応これもあります。はい、はい、で形、じゃあ稲垣さん、あ、いいですか、はい、ちょっとこれごめんなさいね、今日店頭なので中身入ってるんですけど、はい、ダブルジッパー。そうなんです。これね、見ちゃうとダメだね。みんな、お客様も一緒にみんなで、そうね、いいわね、みたいな。もう迷っちゃうね。これでもいいね。便利でしょ。そうなんですよ。はい。意外にここに長財布が入ったり、はい、そして、出しましょうか。はい、すいません。ごめんなさい。言ってる時に。あ、ごめんなさい。これは取れないね。はい。はい、これで、はい。中はファスナー付きポケットとオープンポケット、スナップ付きのポケット、うん、そして皆さんもベーシックな ADMJ 仕様になっていますが、うん、はい、やはりこのね、両サイドのスナージップが便利なんですよ。真ん中開けなくても、ね、そうですね、このまま使える、うん、ここ開けずにここだけで、あの、とりあえず、うん、まあ、パスケースとか、ね、あの、スマートウォレットじゃないや、スリムウォレットがここはスッと入るから便利だ ね、 そうですね、いいね。久々にこのダブルジップの新作が出て、はい、うん、そしてこの秋冬、去年の夏から、はい、ジャガード人気なんですよ。そうなんですよ。すいません、使います。ジャガード人気で、このビット柄今年の新作でございまして、はい、もう私実はあのインスタコツコツ上げてるんですけど、コツコツ、はい、オフィシャルそう、私はすごいね、地道な活動の花、はい、もう本当に圧倒的にご支持をいただいて、はい、過去キャストも感想を入れて、コメント入れてくれました。だってあの人キャストとしてすごい頑張って、すごい有名なのに、普通に買ってくれてるお客様なんですよ、かこちゃんは。ありがとうございます。本当、この間も、あの、バンダナ、バンダナ私が持ってたら、かこちゃんも持ってて、私もこの間これ買った、いいよね、みたいな。ありがとうございます。お揃いになっちゃったりとかして。そしてもう早速ね、これもチェックが入っております。はい、さすがです。おしゃれ番長ですから、かこちゃんは。はい。なので、はい、意外にこのジャガードしっかり見えるんですね。はい、どのこのダブルジップもどのバッグも意外にオールレザーよりもすごく、うん、あの、軽いんですよ。軽い軽い、はい、なので、うん、あの、大きいトートバッグでも意外に、あの、オールレザーよりも軽くて柔らかくて使いやすいので、はい、ぜひ店頭にいらしてお手に取っていただければ、はい、ということです、はい。まあ、色どっちも本当に違う顔になるので、これはもうお客様のお好みのところでね、はい、行きたいと思います。品番も、はい、あ、品番ね、はい、20WS01017番、00な、ごめんなさい、もう一度行きます。 20WS01007 でございます。失礼いたしました。はい、あの、番号間違えて検索したお客様ごめんなさい、申し訳ない。先にお詫びさせていただきます。お詫びしての訂正となります。訂正します。失礼いたしました。あ、でも皆さん本当になんかね、はい、心優しく許してくださってありがたくて、ね、あの、最近チャンネル登録数も少しずつ増えてきて本当にありがとうございます。あ、はい、ね、あの、いろいろな、あの、視聴して、はい、あの、すごい
ビッグな方からも直接コメントを私いただいておりますが、はいはいはい、頑張ってるねそれどういう意味、はい、すごい人たち見てるけど、はい、あのここでは言えない、はい、あの方たちもすごく毎日、はい、あの深夜にわざわざ見てくださってるので。あ、本当ですか、はい、いやでもなんかそれだけ ADMJ さんのバッグを各界の有名な方たちがあの持ってくださっているので、あのぜひぜひ、はい、地道にこんな感じでやってはおりますが、はい、意外と有名な ADMJ です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日もご視聴ありがとうございました。